ぴょん。かわいいな、かわいいな。えで。イニエス。コテージの中。今3時なんですけど、朝の寝るのが9時ぐらいやったから6時間寝てちょうどいい感じ。あいや、粒ももう充電マックス。いや、なんか寝てる間に靴下履いて寝たのに起きてる粒が靴下くわえてて両方とも、で私靴下履いてなくて寝てる間に脱がされた。おはようございます。今日はですね、川に行って、まあ、今から朝ごはん食べて川に行って、それからアウトレットに行きたいと思います。今料理中、粒は見学中。あなたもご飯食べたでしょ。もうないよ、ちーちゃんのご飯。なんか昨日からすごいご飯食べてたら、あれよこせあれよこせって、ご飯食べろよこせって言うんですよ。ご飯食べてんのに。まあ朝といえば定番のベーコンと卵ですよね。それに残った食材を全部詰め込んだオムレツを作りました。つぶシェフ、つぶシェフが考案しました。すべてあさ散歩中。粒は朝からお部屋についてるドッグランでも遊んでたけど、外で草をバリバリ抜いてます。前に秋田犬のワンちゃんがいるから遊びに行きたくて仕方ない。めっちゃ引っ張ってる。ドッグラン到着。変わらず粒は草クンクンしてる。秋田犬のワンちゃん隣のエリアいはるな。めっちゃ元気。嬉しいみたい。秋田犬のワンちゃんですか。あ、秋田犬めっちゃ初めて見た。大きい。粒は嬉しいみたい。ああ。ありがとうね、かまってくれて。かわいい、お花出て。かわいいな、かわいいな。仲良し。ロミオとジュリエットみたい。ちっちゃい秋田犬みたいです。まだパピーちゃん。かわいい、ずっと遊んでる。かわいいな、なあ、嬉しいな。嬉しいな、せやな。粒気持ちいいな。お外いいな、お外自由に行けるもんな。よかったな。粒アウトレット行こっか。ワンちゃんも行けるアウトレットやから。前行ったな、雪の時な。そこ行こっか。図書館。はあ、すごいジブリみたいな建物がある。うちちゃん降りれんの。つぶおいで、おいで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 、怖いな。おいでおいでおいで。はい、もう一個あんで、頑張れ。何この角度。行こう。ちゃんとドッグシャワーがあって、ワンちゃん用のこういうシンクがあるみたいです。ワンちゃん用のいいとこやな、ここは。全部ワンちゃんいるな。
つぶ、何そのポーズ。あ、いいやん、そこ。何そのポーズ、いいやん、いいやん。生意気に手出してバギーを乗り回しております。なんかつぶが、つぶと一緒に買い物してるの受ける。何、ちゅーちゃん、よかったね、かわいい子見つけたな。かわいい子見つけたな。このゴールデンちゃんはボーイフレンドがいて、その子はジャックラッセルらしいです。優しいな。あのゴールデンちゃんがおやつをあの粒に見せてくれるんですよ。で、粒をちょっとちょうだいって言ったら、ゴールデンちゃんはやめて、ダメって。お疲れみたいですね。はい、寝ときよ。粒おかえり。ぐったりやな。ねえみんな、ねんねんしとき、おやすみ。